はい、3番ホール322ヤードのパー4です。はい、ご覧のようにもうまっすぐ、まあ、というか、まあ、ちょっとね何もないっていうか、もう特に右は広いですよね。まあ、グリーン周りにバンカーが点在しているというホールです。まあ、無理をする必要はないホールではあるんですが、風は少しアゲンストです。さあ、ヨラさんどうしましょう。僕、322、フォローだったらワンオン狙うぜってドライバーで思いっきり振りたいんですけど、はい、上げてるし、はい、届かないのは分かってるので、はい、めっちゃ短いホールなので、はい、アイアンか、はい、3番ウッドか、はい、アイアン3番ウッドだとあのバンカーの奥の広いとこだし、はい、あでもアイアンでもバンカー超えますね。超えますね。あのバンカーはもう見せバンカーっていうのは余裕で超えます、はい、あのバンカーはもう間違いなくこのホールの距離を遠く見せてるバンカー。なるほど、はい、アイアンで打ちます。 OK、 行きましょう。黄色旗狙って6番アイアンで打ちます。はい、お願いいたします。うん、まあショットはいいよね。ちょっとだけ方向右飛んだけど、あ僕あっち向いてました。あっち向いてましたよね。あキックしてうまいことラフちょっと戻ってきました。はい、巻きやすいんで、うん、右向きました。でも平坦ですよね。いやそれでも僕巻くミスがよく出るんで、はい、まあ、まっすぐ行ってもあんな感じで落ちてきてくれるし、はい、巻いちゃっても真ん中残るかなっていうところで。わかりました。じゃあ僕のお願い聞いてもらっていいですか。はい、じゃあドライバーお願いします。で、狙うとこ指定させてください。はい、あの右の、はい、まあ、右サイドのフェアウェイとラフの境ありますよね。はい、はい、あれのフェアウェイサイドに打ってください。はい、はい、あれぐらい右狙ってもらっていいです。ちょっと、普通の球でいいですね。普通の球にあそこに狙いを定めて打ってください。はい、はい、じゃあいきます。ね、うん、僕このミス待ってるんですよ。おお、いいとこ行った。フェア、ね、フェアウェイで行ったでしょ。はい、ナイスナイスナイス、ありがとうございます、ええ、じゃあまずこれ、はい、なぜかっていうと今巻き込むから右狙ったっておっしゃいましたよね、はいはい、まずここで特にパー4でそんなに長くないパー4、長くないパー4っていうのは絶対にグリーンさん周りは難しいんです。なるほど、はいはいはい、長くないパー4、はい、なるほど。で今日のピン位置見てください。右の、ね、バンカーの上なんですよ。おということは長いアイアンだと危ないってことですね。長いアイアンだともうあのピンは打てないです。なるほど、うん、なという意味ではやっぱりショートアイアンは打ちたい、それもフェアウェイから打ちたい。なるほど、うん、でもしラフに入っても左サイドちょっと狭いですからね、はい、となるともう現実路線としては、まあ、右側に打ちたいと、うん、で今日ヨレさんを巻き込んでるってことは引っ張ってる動きも強いわけです。なのであえて右にもら向いてもらって引っ張ると今みたいにちょっと薄い当たりになるんですよ。なるほど。ドライバー持つと意外とやっぱりピン方向に向きたくなる、もしくはフェアウェイの真ん中、真ん中向きたい、そして何よりもあの黄色い旗、黄色い旗向きたいです、向きたくなるじゃないですか。そこで、はい、そうあえて右端とかを狙わないんですよ皆さん。なるほど、なるほど、うん、でもミスの傾向とかも考えるとあそこに狙ってもらったら一番成功する確率が高くなる、今日のヨレさんだとすると、はい、なのでドライバーであそこに打ってもらったっていう選択肢、そうすればフェアウェイで行く可能性は高くなって、かつあのピン位置、ピンには打てないにしてもグリーンに止めることはできるから、そうすればまあ青い子がバーディーチャンスにつけられるっていうようなホールなので、はい、そういった意味でもあんまりこうこのいうホールで手前すぎるとちょっとしんどい、はい、で曲がりを計算に入れてもちろん右でサイドに打ったら分かるんですけど、はい、やっぱりでも少しそこはミショットを計算に入れないすぎない方がいい。あ、なるほど、うん、もうちょっと真ん中でも、はい、だって打てるんだもん。そうですよね、めっちゃ今気持ちよくいいショットだったでしょ。そう、向いた方向にシュパーンできました、うん、だってさっきの6番や2回打ってるんです、はい、全部まっすぐ行ってます、ね、今のところ全部まっすぐ行ってます。なんでここでこんな平らなね、それもティーアップしてるホールで警戒しすぎ、それだけちゃんとしたものができてるんだったらそこは自信持って、はい、真ん中狙います。しっかり狙ってください、はい、そして何よりドライバーでも真ん中だけじゃないところに狙いを定めるっていう癖もつけてください、はいはい、では行きましょう、はいはい、シングルプレイヤーへの道、はい、セカンドショット地点来ました、ピンまで138ヤード、はい、上りがだいたい 4,5 ヤードありますですので実測143あたりですね、はい、です。何番を8番アイアンです、はい、OK です。まあ
まあまあな前上がりで、わざとフック打ちます。はい、行きましょう。はい、行きましょう。はい、行きましょう。わざとフック打ってバンカーにかからないようにしたいです。はい、行きましょう。いいですか、打って、うん、もう今ね、こうなるよって結果書きたい。よし、はい、それを超える。うん、よっしゃこれはね、もうね、グッドミスにしておきましょう。ありがとうございます。ハッピーミス、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 よかった、ハッピーミスで。さあ、ええ、僕が書こうとしてたね、はい、今言っていいですか、はい、右に OB。 え、あ、右に OB が考えられました。返ってこない、ラフだから、ラフだから。ちょっともう一回やらせてください。これ返ってこないですね。返ってこないです。あの、返ってこないというか、要はあそこまで右に向いたらただのフライアライです。はあ、なるほど。やっぱりさっきのホールもそうだったけど、右に向きすぎなんですよ、要は。うん、どうぞ。そんなに右向かなくていい、そんなに右向かなくていい、うん、ちょっとあの傾斜だけで十分フックかかります。だからむしろもう変な話、あのグリーンの右端ぐらいに向かって打ってもいいです。じゃあそれやります。はい、どうぞ。右端向かって打ちます、もしやるとしたらね。そう、おお、あの方向だ、ね、乗った、はい、そうでしょ。だからいかにもったいない方向に、もったいな、そう、結果の出ない選択をしてるん。もったいないでしょ。そう、もう一球打っていいですか。今本当だ。だから思ってるほど立たなくていいの、うんうんうん、そんなに右には向かなくていいの。じゃ あ、ま、あの僕の好奇心をくすぐるフックを打っていいですか。はい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 、ちょっと本当に OB になるか曲がらないかを見たいです。うんうん、意外にいい感じじゃないですか。あ、でも、うん、あー、キックが、うん、あのこれもうごめんなさい、結果論になっちゃうんです。あ、で要は、はい、あのまずラフって、ま、はい、どう考えても曲がる球っていうのは打ちづらいっていうのは、はい、これはまず頭の中に入れてください、はいはい、で今のフックもどちらかというとそのフックを打ったっていうよりも引っ張ってるんです、はい、あ、引っ張ってのでもそんな気持ちです。引っ張っての巻き込みだから、はい、あれは正直飛んじゃう可能性がある。あ、そうするともうこのグリーンもう奥見てください、もう全部 OB なんですよ。ただ、うん、それを計算して一番って、うんうん、いや上がってないです。140だって僕これ正直この143フライヤー考えたら僕これピッチング打ちますから。ちょっと一回打ってください。 いいですよ。見たい。とりあえずじゃ あの要はどこまでフライヤーかかるかっていうのをやりましょうか。ちなみに、はい、普通にここに来た時に最善はどういうのを選びますか。僕はもうまずピンには狙わないです、はい、だから右手前、はい、乗せないです、乗せる選択しないですほとんど、っていうのはもうどれだけカット部かわからないんで、あ、はい、だからフライヤーで、はい、なるほど。だからピッチング持ってるのはピンまで打たないってことです。これピンまで打ってフライヤーかかったらもう OB です。だからその最悪は絶対に選ばない。なのでまあこれそのままスタンスなりにドローかけるとするならばこんな感じですかね。おー、でこれフライヤーだこれ。でグリーン手前ポン、ここまで乗ってません、ほぼ乗ってるけどこんなもんなんです。これ以上飛ばない。だからこれが多分僕がここで打てる一番の距離なんです。もう今ピッチングですけど、だからこれをしてるとどうやったってミスは起こらない、事件は起こらない。なるほど、確かに。そう、確かに、はい、うん、なので8だとヨライさんでも飛びすぎなの。事件起こったら僕奥に OB ですね。そうです、だからヨライさんのヘッドスピードって何が起こるかって、やっぱフライヤーを計算に入れるゴルフをしていかなきゃいけない。僕、うん、1回ピッチングで160ヤードぐらい飛びました、はい、フライヤーでびっくりしました、はい、まあ、だからそういう経験をもうされてるならば、はい、やっぱりフライヤーに対する最大限の注意は測ってほしい。はい、はい、分かりました。ということでいきましょう。うん、では、はい、ヨライさん、まず、はい、まずこれが、まあ、ミスショットしてしまった、はい、まあ、ハッピーミスな、ハッピーミスです、セーフだった。で次、はい、ちょっとグリーン行ってみましょう、ちょっとだけ、はい、これがまず僕がピッチングで打った、はい、ボールの位置です、はい、まあ普通にセーフティーですよね、はい、オーバーも何もない、はい、でこれが普通にそのライ通りに、はい、普通に打ったフックもかけずにちゃんと普通に打ってもらった、はい、今のヨーライさんの技術で打ったあの球、はい、
バーディーチャンスですよね。バーディーチャンスですね。はい、そう、それであの前上がりからフック打ちますって宣言して打ったのがあれですよ。もうほぼほぼもうちょっとで残念な OB になるところでしたよね。危なかった。パーピンチですね、あれは。パーピン、もう下手したらボギー、ダブルボギーになる可能性もある。やっぱりこういう、ね、はい、選択のもったいなさが。確かにあれめっちゃいいとこありますね。あれめっちゃいいとこですよね。あれでやりたいですもん。でも残念ながらあの傾斜でフック打ってっていうあの意識が結果的にあのミスを作ってますからね。いやでもそういうショットを打ちたくなるんですよ。ただラフは曲がらないってことですね。そう、ラフは曲がらないってことをもうちょっと頭の中に入れた方がいいです。で、はい、傾斜の分で十分曲がるんだと、はい、ただこの程度は曲がるであろう的なショットだけはこうやってイメージしておくと、はい、怪我には繋がりませんよね。はい、はい、素晴らしかったです。ナイスショットです。これはもうナイスショットとどめておきましょう。じゃあ次どれ打っていったらいいですか。はい、あれします。はい。はい、というわけでハッピーミスでの、まあ、助かりまして、はい、ピンまで46ヤード46、はい、アプローチが残りました。はい、はい、もうここはね、はい、いつもの普通にアプローチします。 OK です。それでいきましょう。もうね、グリーンもさっきのねボール確認でグリーンも登ってますんでね。はい、はい、46、じゃあ打ちます。強いかな、うん、大丈夫でしょう。ちょっと大きいぐらいかな。 OK、 ありがとうございます、うん、ナイス。強いかな、うん、大丈夫でしょう。ちょっと大きいぐらいかな。 OK、 ありがとうございます、うん、ナイス。はい、では岩井さん、はい、パーパット。はい、はい、いいですか、打って。もちろん入れます。わざわざ宣言しちゃうんですよ。これもう入る気しかしません。 OK、 頑張れくそー。ナイストライ、ありがとうございます。ナイストライ。頑張れ、うん、結局ボギー打ちます、うん、ナイス、ありがとうございます。いいですいいです。ありがとうございます。はい、というわけで、このホールも、まあ、ハッピーミスからのボギーということで、まあ、しっかりアプローチ打って、まあ、パーチャンス、あっただけでも、はい、うん、全然良かったと思います。でやはりいかにあの何か必要以上のことをやると、いや、はい、はい、どうぞ。やっぱあの一ゴルフプレーヤーとして必要以上のことをやりたくなるんです。まあ、そうです。実際練習ね、満員でやりたいんです。あ、でも、はい、あれはもうやっていただいて分かったと思うけど、はいはい、そんなことをやらなくても満員ってなりますし、はいはい、というわけでここで、シングルプレイヤーの道、はい、教訓行きたいと思います。シングルプレイヤーの道教訓、ドドン、ラフは曲がらないということです。もうラフってね、こうボールに実際こうやってコンタクトするときに、そのボールとフェースの間に芝が1本でも入ると実はフライヤーという現象が起こるんです。1本、どうぞ。あのフライヤー起きた後のクラブ、うんうん、絶対こんな感じになってますよね。はい、こんな風にね、芝がこうやって入るわけですよ。はい、っていうことは実はこれ昔ね実験したことあって、芝をここにペッと1本張っただけで打ってもフライヤーになるんです。だから予測できないスピンが生まれてくる。なので傾斜なりに予測できる範囲内の曲がりで抑えたい。そしてフライヤーを計算してあまり飛びすぎないクラブでクラブを選択するっていう意味では、やっぱりピンまで届くクラブを選択する、はい、フライヤーがかかる、もうあーいいショットだったのにっていう、またね、いいショットなのに OB、 いいショットなのにバンカー、いいショットなのに大トラブルっていう風になってしまうので、はい、いいショットはまあ何回も言いますけども、はい、いい結果にしたい、はい、そういった意味でもこの選択肢はやはりやりすぎない、はい、うん、やりすぎていいんですよ。楽しんでいいんですよ。はい、これはもうこのね今回の、シングルプレイヤーの道、はい、通して僕もその岩井さんのプレイヤーの、その、はい、としてのゴルファーのとしての、はい、立ち位置っていうのを考えると楽しんでほしいし、はい、どんどん無謀も冒険もしてほしい、はいはい、です。でもそんな中でやはりスコアに直結しないものは、はい、やっぱ見てる方も、ね、はい、じゃあやっぱりね、だって今の無謀より下の無意味ですね。無意味ですよ、はい、ありがとうございます。もうその言葉聞けてよかった、はい、あの冒険、無謀、ここまではやりたいです、無謀までは、はい、無意味はいらない、そう、その通り、素晴らしい、はい、いいお言葉
ということで、無意味なゴルフをしないように皆さんも心がけましょう、はい、ということで、はい、次のホールレッツゴー。ミッキーだよ。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。皆さん見てください。またねー。